こんにちは。今日から25年目標の担当対策講義管理会計論を担当させてもらいます公認会計士の岡本です。それではちょっとねこの講義なんですけど、趣旨を説明しておきたくて、今日はねたくさんレジュメをお配りしていると思うんですけど、ちょっとね最初にお配りしているこの担当対策講義管理会計論岡本の受講にあたってっていう、こちらを見ていただきたいんですよね。でご存知の通り、もう一つねその管理会計論については東京の白木先生という先生が管理会計論ね担当対策講義されますから、ちょっとねその2つやる内容が結構違うんですよ。だからそこについてしっかりね趣旨を確認しておいた上で、自分に合った方をね選択してほしいということで、ちょっとねまずは私の方のこの受講にあたってを説明しておきますね。でこの本講義の狙いってところなんですけども、ちょっと読みますね。本講義は近年の担当式試験の傾向を踏まえ、どのような出題内容難易度であっても確実に合格点を確保するための知識の基礎を築くことを狙いとすると。で具体的には管理、原価計算の目的5つを源とする受験、管理会計論の土台から出発し、各論点を予告しで理解することを目標とすると。で講義内において暗記すべき箇所を明確に指示し、本試験における理論問題と計算問題それぞれで、合格者平均プラス1問ずつを目指す実力を要請すると、そういうふうに、大まかにはそう書いているんですね。で、具体的な内容がもうちょっとその下に書いてまして、こういう方に受講してほしいなと思ってましてね。で、10回あるんですけども、2部構成って書いてるんですけども、3部構成っていう感じかな。まずね、前半が、前半と中盤が講義の、講義をします。インプット講義をします。だからテキストですね、この25年目標の、テキストを使ってインプット講義をします。そして、タックでね過去から学習されている方だったら、例えば22年目標23年目標24年目標と、そういうテキストをお持ちの方いらっしゃるかもしれませんけど、管理会計論についてはそのね、各自お持ちの年度のねテキストを使っていただいて構いません。で、心機一転される方はこの25年目標のテキストを使っていただいたらいいんですけどね。でそのこのテキストを使ってインプット講義を前半中盤でやるということです。で後半というか終盤のところですけどね、そこでその今回講義した内容についての過去問を私厳選してきてますんで、その計算問題と理論問題ね厳選して持ってきますんで、それをね解いていただいて、そしてインプットをねきちっとやれば過去問ね取れるんだっていう実感をね、持っていただきたいと、そういう講義をしたいと思ってます。で具体的にはねこういう方にぜひ受けていただきたいんですよ。まず管理会計論について漠然とした苦手意識や不安感を持っておられる方という方ね結構多いんじゃないかと思いますね。それから管理会計論の基礎概念の理解や体系的な理解が不足していると、認識している方、管理会計論ねなんとなく点は取れるんだけども、いまいち自分が管理会計とはよくわからないなと、そういう、不安がある方は受けていただきたいなと思ってますね。でそれから、テキストの理解と暗記や、計算演出を尽くしたにもかかわらず得点が伸び悩んでいる方ということで、これはね、いらっしゃる方結構いらっしゃると思うんですけど、自分なりにテキストの理解とか暗記あるいはその計算をねたくさん解くっていうことをやったんですけど、いざこの前の5月の担当式本試験を受けたらあんまり点数取れなかったっていう方、結構いらっしゃると思うんですよ。でそういう方はおそらくですけどね、何かしらの、勉強のやり方が間違ってるということになりますから、そういう方に向けてね、何らかの、サジェッションをしたいなと私は思っています。でそれから、新規一点ね12月担当式試験に向け、知識の整理を行いたい方と、そういう方、多くの方がこれに当てはまると思うんですけどね、こういう方に向けてほしいなと思ってます。で、この講義はこのね2024年6月から、開講しますんで、上のね今申し上げた受講を推奨する方に該当するんだったら、できるだけ早く受けてほしいんですよ。っていうのはそのタックの場合はそのアクセスっていう当年がね7月から始まってきます。でそれは基本的にはその12月向けの担当式本試験、12月の担当式本試験に向けた当連なんですけど、やっぱりねこの担当対策講義を受けてインプットをしっかりやって、そして、アクセスを受ける、アクセス担当当連を受けるっていう流れが非常にこう綺麗にはまりますからね。だから、そのね、できるだけ早く受けてもらって、後手に回らないようにしてほしいということです。で学習進度表なんですけど、具体的には今後10回でこういう流れでやっていきますっていうことね、そこに書いといたんで、これはね今日読む時間はないんですけど各自、回目を通しておいてください。で、この回でこういうことをやるんだなって、この通りに進みますから、この回でこういうことをやるんだなってことを理解した上で毎回の講義を受けてほしいなと思います。
で、まあ、一応ねその受講にあたっての説明は以上なんですけども、もう一つね、こういうレジュメを作ってきました。こっちがねもうちょっとまた、具体的に書いたものなんですけど、2025年目標、担当対策講義管理会計論岡本ってやつなんですけど、私の講義をねもうちょっとこういうことやりますよってことを具体的に書いてます。でタックのホームページに私の担当対策講義はこういうことをやるっていうのを書いておいたんですよね。で、読みますね。原価計算基準1の原価計算の目的を5つ何も見ずにすらすら説明できるでしょうかと。で少しでも迷いがあるのであれば、まあ、私の講義をね、受講することをお勧めしますと。でこの原価計算の目的5つ、まあ、5つ分かります？で5つあるんですけども、受験における原価計算と管理会計の全ての論点の源なんですね実は。まあ、そういう意識なかったかもしれませんけどもね、実はこの原価計算の目的5つっていうのは受験管理会計論の、全ての論点の源なんですよ。でそうなんですけど、そんな重要なものなんですけど、多くの受験生、特にやっぱり担当とかね、まあ、そういうところでつまずいてしまう受験生は無意識のうちにねこれを曖昧にしたままこれまで頑張ってきてたんじゃないかなと私は思ってますし、まあ、過去の、私に指導を受けた、まあ、担当をねダメだった受験生っていうのはそういう人多かったですね。でそれがやっぱり管理会計論への苦手意識につながってましてね。でだからこそなんですけど、まあ、この私の講義ではそのね、無意識を意識化すると、つまりこの原価計算の目的5つっていうのは非常に重要なんだよってことをね今一度認識していただいて、毎回ね、まあ、前半と中盤の講義ではこの5つの目的を常に意識したテキスト解説で、それから後半、まあ、中盤ですけどね、それは当該範囲の過去問演習を行い全10回で出題範囲を一周し、まあ、テキスト一周しね、両輪でつまりインプットとアウトプットの両面で、まあ、皆さんの実力を引き上げていきますと。で工場やテキストを徹底的にイメージする目から鱗のインプットと、基礎を習得すれば合格点が取れると、まあ、そういうふうに身に染みるアウトプットを両方やっていただいて、まあね、その私はそれが合格最短距離だと思ってるんですけどね、まあ、管理会計論が担当式試験本番の、まあ、牽引役、12月では管理のおかげで、まあ、合格したとまでは言えないですけどね、管理結構、貯金できたなと、まあ、そういうような、結果になるように指導していきますんでね、ぜひ、このね担当式担当対策講義、頑張ってついてきてほしいなと思います。でね手前味噌なんですけど、まあ、管理ね過去めちゃくちゃ苦手やったんやけど、私のこの講義を受けてね本当目が覚めましたと、あるいは目から鱗でしたとか、考え方まるで変わりましたとかって言ってくれる受験生が多くって、極端な話点数が2倍になりましたとかって言ってくれてる受験生も結構いるんですよ。だからそういうふうにね私は自信持って講義しますんで、ぜひね言われたことについては素直に実行するっていう姿勢でついていてほしい。でね、まあ割と青って書いておいたんですけど、なんでこんなことを私思ってるかってことをねその下に書いておいたんですけど、まあ、私の講師経験からするとね、まあ管理会計論の答練とか担当の本番で十分な点数が取れないっていうのはね、やっぱりそのテクニックが足りないっていうよりもね、そもそもインプットが足りないと私は思ってます。しかもそのインプットっていうのは重箱の隅のインプットではなくて、基礎レックス基礎のインプットがないと、まあ、そういうふうに思ってるわけね。で、まあ、リスタートになった受験生っていうのはね、やっぱり今一度基礎をねしっかり理解暗記してるんかと、で、知識、インプットの質と量が十分であるかをね自問自答してほしいんですよね。で例えばなんですけどね、管理会計論に限らず、例えば他の勉強科目ありますね、英語だったらね、英単語を覚えるとかね、そういうことをやらずに、英作文やりたいとか長文読解やりたいとかリスニングやりたいとか、そんなことあんまり思わなかったんじゃないですか、これまで大学入試の時にね。あるいはその数学の問題解くときにね、そもそも九九を覚えなさいって、まあ、覚えないと解けないんでしょうけど、覚えずに数学の問題解くとかっていうことをやらないですよね。でもね、なんか管理会計論になったらそんなことやるんですよ。つまりその原価計算の目的5つっていうものを曖昧にしたまま勉強を進めるとかね、あるいは、その基礎を分かってないのにどん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 こうトレーニングとかアクセスとかね、担当答練とか解きに行って、で結局本番でまあね点数が伸びずに、まあ、辛い思いをすると、まあ、そういうことになってまして、やっぱりそれはね勉強方法を間違ってるわけなんですよね。だからぜひねこのリスタートになったっていうことを、まあ、きっかけにね、正しい勉強を身につけてほしいなと思う。で、じゃあねこの、まあ、アウトプット練習、まあ、これからその12月に向けてアウトプット練習いっぱいアクセスとか担当トレーニングとかあるわけなんですけど、まあ、それに耐えうる、まあ、インプットが完了しているかどうかをね測るバロメーター、つまり私から言って基礎力あるねと、まあ、そういうふうに思えるっていうのは大体ねその下の箱に書いてる、まあ、1から8のね
この8個がもう現時点ですよ、今日私の講義を受ける前にして現時点でこの8個を言われた時にもうこの完璧ですよと、こんなの完璧ですよってすぐに言ってもらえるんだったら、まあ基礎力はあるかなと思いますんでね、それやったらまあ白木先生のね実践的な方を受けてもらったらいいと思うんですけど、この8個のうちね1個でもですよ、この8個のうち1個でもちょっと不安があるんやな、あるなって思うんだったら、ちょっとまあこのインプット講義の方をね受けてもらった方がいいんじゃないかなと私は思ってます。1個目ですけどね、まあ、タックでいうところの、例題集と、ね、トレーニングの全ての問題ですよ、例外なし、全ての問題を自信を持って、まあ、スラスラ解けますかというのね。で解けるんだったらまあまあそれはね、第一関門クリアね。で次、この前の5月の担当で65点以上ありましたと。でね、この前の担当ってね、かなり簡単です、ね、財務もかなり簡単ですけど8月管理もかなり簡単ですね。だからあれで65点がないっていうのは、それはね本番でいろんなことはあったでしょうけども、やっぱり65ないっていうのはね、私から言わせると基礎がないなっていう感じはしますね。で次、テキストにね3ページに書いてるんですけど、まあ、原価計算基準が言っている原価計算の目的5個あるんですけど、それをね順番通りに完全列挙できますかってことね。それからちょっと飛びますけど、テキスト158ページでいうところの、まあね、総合原価計算のところの等級製品、それから連算品ってありましたよね。でそれの、共通点と相違点を全てスラスラ説明できますかと。それから166ページの、まあ、標準原価計算、まあ、標準原価算定の目的、原価計算基準にね40番に4項列挙されてるわけなんですけど、その4項をね順番通りにスラスラ列挙できますかということね。でそれから266ページに、コミテッドコストとマネジドコスト、まあ、キャパシティコストの、ね、例としあキャパシティコストを、ね、コミテッドコストとマネジドコストに対別するわけなんですけど、そもそも、ねまあ、それがどういうものか、そしてなぜそれを対別するのかという理由、本当に説明できますかと。それから295ページの、ね、資金管理という論点のところの正味運転資本の式ってありますよね。でそれを、ね、式覚えてみようじゃなくて、なんでそんな式あるんかというのを、ね、説明できますかということです。それから設備投資意思決定で、まあ、経済的効果を、ね求める式2つありましたよね、まあ、面積図というか貸借図かな、テキストの346ページにあるんですけど、まあ、要は減価償却費をまるっと使う方法と、それからタックスシールドを使う方法、2種類ありましたよね。 A と B という方法がありましたけど、その両方ともね、まあ、よどみなく説明できますかっていうことなんですよ。であとまあこれに加えて言うとね、後でも言いたいんですけど、入門のテキストの12ページ13ページ実は今日配ってるレジュメの最後の最後というかね、最後の方には多分、問題と回答がついてるんで、この問題と回答の前の最後のところにね、この実は入門テキストの12ページと13ページを私これコピーしてきたんですけどね、これもお配りしてます今日でね。この、まあ、要は仕分けと勘定連絡ね、この工業簿記の仕分けと勘定連絡、これを、まあ、例えば白紙の下書き用紙にサラサラサラと自分で書き起こせますかってことなんですよ。でそこができないな、ちょっと不安やな、そんなん下げてきたわっていう人はね、それはもうね完全に偽造がないですから、だからそういう方はもう観念してこの講義を受けてください。で特にね記憶に新しいと思うんですけど、この前の5月の担当で問題2やったかな、そこに最初の計算問題で、まあ、このね工業簿記の問題あったじゃないですか、あれですよ、あれね私から言わせるとものすごくいい問題なんですけど、まああれそんなに短時間で解ける問題じゃないですけどね、あれ例えばその場で解けたとか、あるいは家で解けたってね、それやったらまあまだいいんですけどね、あれもう嫌だなって思ってるんだったら、やっぱりね工業簿記、ぶっちゃけ逃げてますから、ね、だからやっぱり原価計算とか管理会計と向き合うにはあれが基本中の基本ですから、ちょっとねまああれが嫌だなと思う方もちょっとね基礎がないというふうに自覚してほしいんですね。でちょっとまた戻りますけど、このレジュメね、一方で、上記の一つにでも不安があるならば、例えばね自分なりにこれまでめっちゃ頑張ってきたんやって思っても、まあ、それはね結果的にはインプット不足と言わざるを得ませんね。だからそれを改めてほしいんですよ。でそのアンダーラインのところがね非常に重要で、ラインマーカーぜひ引っ張っておいてほしいんですけど、まあ可燃度性が陥りやすい思考としてね、こんなこと思うのよ、基礎が分かって私はね基礎は分かってるから大丈夫ですよとか、あるいは基礎が分かってない気はするんだけども、もう12月まであんまり時間ないから基礎なんかやってる時間ないんですよとか、あるいはもっと応用的な問題の演習をしたいとかね、そういうことをよく思いがちなんですけど、これはね全て間違いだと私は思います。でね、厳しい言い方ですけど、基礎が分かってないから合格点取れないのよ。だからこの前の5月の担当でもね、基礎が分かってないから70点取れないんですね。
で、なんか1時間でね、あんな難しく大量の問題が解けるはずがないとか、まあ、そんなに難しくないけどね、あるいは自分にはセンスがないんやとか、そもそも管理って努力が報われない科目だとか、まあ、そういうこと言いたくなる気持ちは分からなくはないですけど、やっぱりね、一方でね、現実的にこの前の5月の時にお試し受験の一人でしょ、25年目標のお試し受験の人でね、やっぱり私の教え子でもね、70点超えてる人結構いるんですよね。お試しですよ、お試しで70超えてる。で、まあほとんどの内容が基礎マスターから出てましたから、70超えてても全然おかしくないんですけど、やっぱりそういうことを考えた時に、ご自身はね、もともと24年目標だった時に、なんでその70ないんですかっていうことをね、やっぱり、自問自答して考えないとダメですよね。で、それはもう私から言わせると、やっぱり基礎がないっていうことです。だからね、そこに書いておいた、基礎を大事にした人が勝つんです、基礎を大事にした人が勝つんです、再チャレンジ受験生こそ基礎の重要性を認識すべきで、それに、ね、向けてリスタートしてほしいんですけど、ただね、私が岡本が言う基礎っていうのは、皆さんが想像している基礎よりもはるかにハイレベルです。要はね、その基礎っていうのは、その簡単っていう意味じゃないんですよ、土台ですね。だから管理の勉強するときの土台、これはね、他の科目でもそうです。財務の土台、監査の土台、企業の土台、いっぱいあるでしょ。その土台をね、ガチガチの強固なものにしてほしいってことなんですよ。で、各言う私もね、21年前に担当式本試験で、22年前に担当式本試験で、まあ、不合格になりました。で、その時にね、もう本当に、まあ、なんていうか恥を忍んでというかね、もう後から勉強始めた人にも抜かされるとか、まあ、そういう辛いことありましたけど、もうね、心入れ替えて謙虚に勉強しようと誓いましたね。だから、そこからね、私はやっぱり担当論文合格したっていう、まあ、自負もありますし、まあ、過去ね、先ほど申し上げましたけど、やっぱり教え子からもね、そういうふうに心入れ替えて勉強した結果、まあ、担当論文ね、パパッと合格したっていう例もいっぱいありますから、ぜひね、まあ、信じてついてきてほしいなと思います。で、必要なインプットの質量については、私は自身の合格、それから講師経験から熟知してますんで、私の担当対策講義はアウトプットに耐える知識、基礎のインプットに重点を置いて進めますと。で、基礎ってこのレールまで突き詰めての基礎なのかっていうふうにもう実感してもらいます。で、その担当対策講義の進め方なんですけどね、まあ、先ほど言った通りね、毎回3時間というふうに設定されてるんですけど、やっぱりウェブの前で見てもらってもね、トータルでは3時間どころでは終わらないと思いますね。やっぱりそのインプットだけでも2時間以上ありますし、その後ね、まあ、毎回問題持ってきます。今日は7問しか持ってきてないですけどね、次回からは20問前後持ってきます。で、それ解くのにやっぱりね、まあ、時間計ったといてっていうよりは、やっぱりもう確かめながらといてほしいんで、時間はあんまり気にしなくていいんですけど、それ解くのにやっぱり1時間半ぐらいかかると思うんですね。で、その後、まあ、解説講義聞いて、そして復習する、まあ、またね、テキスト見ながらっていうことになりますから、結局1講義、ね、まず1個だけ消化するのにもね、4、5時間かかると思いますね。で、それだけじゃなくて、その後またね、翌週に向けて、アクセスに向けてしっかり復習するってこともやりますから、だいぶなんていうか時間はかかると思うんですけど、ただそれやってくれたら管理会計論必ず私は得意になると、まあ、自信がありますね。だからそれにね、頑張ってね、ついてきてほしい。で、そのね、まあ、先に講義をやりますと。で、その後、その範囲の良質の、担当試験の過去問をやってもらいますと。で、まあ、解説をしますと。で、どの程度の理解と暗記が必要かを把握してもらいますってことなんですよ。でね、その次のね、注意ってところが非常に重要でしてね、講義では原価計算基準の読み込みは、まあ、やりませんと。だから各自でタックからもらってる担当理論問題集っていうのを解いてほしいんですよね。で、それは講義の進捗に合わせて、やることを、まあ、お勧めします。後からまとめてやろうね、それやってると講義進まないからではなくて、担当理論問題集は各自その講義の進捗に合わせて、やっていってください。で、次も大事なんですけど、講義でね、理解と暗記が不十分だと感じた箇所については必ずです、ウェブ、論点別対策講義、またはウェブの基礎マスター上級講義を視聴し、トレーニングを解いてください。つまりね、この講義ってやっぱりね、その10回で、一通りやると。で、毎回2時間ちょっとのインプットしかありませんから、全論点ね、ゆっくり説明はできないんですよ。だから気づきを与えることを主にしています。ここまでやらなあかんのかという気づきを与えることを主にしてますから、やっぱり深い理解を得ようと思ったらね、ウェブ論点講義っていうのを見る、ことに見てほしいんですね。確か今年の場合は早田先生かな、されてると思うんですけど、必ずね、見るようにしてください。
で、あとアクセスはスケジュール通り受講し、当講義を受講した後再度、アクセスを解き直してくださいって書いてますけど、アクセスの前に受講するのであればね、もうそのアクセスを受けてもらってね、そしてしっかり復習するという流れでいいでしょう。で、またね、年明けから論文対策講義というのをやるんですけど、それはね、1月からかな、やるんですけど、そこでもね、また私はテキスト一緒に一周します。でその時はもうそのアウトプット問題演習やらなくて、毎回毎回3時間かけてみっちりテキストのインプット講義するんですけど、結局ね、その担当対策講義論文対策講義両方受けてもらうとね、私と一緒にテキストのインプットを2周するということになりますから、結構ね、分厚い、ね、知識になりますよ。だからそこのところは期待してもらったらいいかなと思います。アウトプットの機会ね、そこの下に書いてる通りありますから、頑張ってください。はい。で、ちょっとね、その次のページにちょっと自分の顔がこんなに出てて恥ずかしいんですけど、これ見てくれた人もいるかもしれませんけど、見てない人はね、ぜひ必ず見てほしいんですけど、この前6月2日に、梅田校で、私と平林先生で、このね、本当の会計の勉強とはっていうことでね、リスタートになった方に向けてセミナーをやったんですよ。で、99% 私が喋ってるんですけど、これね、そこに QR コード載せておきましたんで、見てない方は必ず見てください。で、こういう心構えで勉強しないといけないんだなってことが分かりますから。で、もう一つね、次のページに、このね、いろんな先生の顔が載ってる、こちらも担当リスタート向けガイダンスってやつがあるんですけど、これもね、真ん中に足立先生の顔ありますけどね、これ各科目あるんです。で、この前の5月の、ね、本試験の、振り返りをやってます。で、その振り返り、ただの振り返りじゃなくてね、こういう勉強が必要だねってことも説明してますんで、まずは管理ですから、足立先生のね、この振り返り必ず見てください。で、他のね、財経財理、それから、企業監査、これも見ることをお勧めしますけどね、管理については必ず少なくとも見るようにしてください。はい。じゃあ前置きはだいたい以上ですかね。もうだいぶ喋りましたね。はい。じゃあ次なんですけど、このね、学習進度表ってのありますね。で、これはね、私がこの講義のために個人的に作ってきてるもんなんですけど、こういうスケジュールでやっていきますって言うんですよ。さっき受講にあたってのところにもね、学習進度表ありましたけど、それと同じものです。で、具体的なページ数記入してるんですけど、この通りありますね。で、今1回目なんですけど、学習方法について説明してる最中で、これから、第1部原価計算編の第1章の原価計算総論と、それから第2章の比目別計算を今日やって、終わりと、終わりというかね、その後問題演習はあるんですけどね、そういうスケジュールです。はい。で、これね、また各自見といてください。あれですよ、さっきの受講にあたっての、このコメントってところをね、必ず、まずは今日の、復習で、1回目から10回目は全て読んどいてほしい。で、こういう順番でやるんだな、なんですけど、特に今日は1回目とね、今日の1回目は、原価計算の目的が各論点にどのようにつながっていくのかを解説すると。目的が大事だってさっき言いました。で、その上で最も重要な、財務諸表作成目的のための比目別計算、部門別計算、製品別計算、3ステップね、ありますけど、それのうち、ファーストステップの比目別計算を解説し、過去問演習を行う。今日はそういう回です。はい。じゃあ今日はね、そういう回なんですけど、その後のページに、こういうね、もうちょっとだけ中身入れないですね。こういうのを配っておきました。で、これは過去ね、私の住居講義とかではもう配ってるやつなんで、ご存知の方いるかもしれませんけど、これはね、担当ではなくて論文なんですけど、過去18回あった論文式本試験で、管理会計論というかね、会計学御前ではこういうテーマが出てますよっていうのをね、まとめた表なんですよ。また一読しておいてもらったらいいかなと思います。でね、これが、これだけじゃちょっと見づらいんで、これですね、こういう表ありますけど、そのタックのテキストで言うとどこから出てんのかなっていうのを重点的にプロットした表なんですけどね、この、第一部原価計算編と、これね、なんか黒い星のところが出てるところなんですけど、原価計算編はもっぱらどこから出てるかっていうと、第7章の標準原価計算と第6章の総合原価計算、そして第4章の部門別計算ですよね。あと製造間接費の配布計算もあるんですけど、やっぱりこの辺狙われるよねって感じですよね。だからこういうところ、まずその論文に向けてね、担当でもそうですけど、重点的 に勉強してほしいんですよ。こういうところが苦手やったら、もうちょっと受験ではお話にならないってことですからね、必ず得意にならないとダメ。
それから管理会計編の方ですけど、これはまんべんなく出てるんですけどね、まあ、やっぱりあえて言うと第10章の分権組織とグループ経営、まあ、要は事業部の業績評価とか内部利害価格とか事業価値企業価値、それから第9章の設備投資意思決定、それから第7章の、ね、ABCABM で、あとまあ資金管理とか業務的意思決定も結構出ますよね。だからまあまんべんなく出るんですよ、管理の方はね。で、まあ、担当では本当にまんべんなく出ますから、やっぱりねもうこれもほとんど全部得意にしないとダメですよね。まあ、ちょっとまあそういうふうに、まあ、覚悟を決めて、一緒に頑張りましょう。で、まあ、それで一応ねガイダンスは以上でしてね、まあ、じゃあ今日はさっきも申し上げた通り、原価計算総論と非目別計算ってところに入っていくんですけど、まずはじゃあテキストのね1ページ目から開けてもらえますか。原価計算総論ってところですよ。まあ、そこに25年目標のテキストからどういうことを勉強するのかという小扉があるんで、ちょっとそれを読みますけどね。まあ、今日の原価計算には、財務諸表を作成するだけでなく原価管理などに役立つデータを提供することも期待されてますと。で、本章では原価計算に対して定義される諸目的を調整し、原価計算を制度化するための実践規範である原価計算基準を中心に原価計算全般に関わる諸論点について学びますと書いてるわけですよね。はい、で次めくってもらって、まあ、第一節の原価計算基準なんですけど、まあ、これはねもうみんな大体どういうものかは分かってくれてると思うんですけど、今一度ねどういうものかしっかり一緒に確認しましょう。でそこに、まあ、企業は利害関係者の多様なニーズに役立つように、まあ、原価計算を制度化する必要があると。で、我が国の原価計算基準は、原価計算に対して提起される諸目的を調整し、原価計算を制度化するための実践規範として昭和37年に設定されたものですと書いてるわけですよね。はい。で、まあその下にさ、基準全文っていうのがあるわけなんですけど、まあ、これね原価計算基準っていうのを、まあ、設定されたのが昭和37年、今から63年前だってことは知ってると思うんですけど、なぜこの原価計算基準っていうのが設定されたのかっていうのをそこに書いてるんですよ。でね、ここを読むことで、あ、確かに、まあ、原価計算基準って必要だよねとか、原価計算基準ってこういうものだよねとか分かりますから。だからね、この全文っていうのはね、よくよくなんていうか馴染んでほしいんです。読んで覚えてって意味じゃなくて、原価計算基準の性質を理解するために重要なものです。でね、ちょっとそこにずらずら書いてるんですけど、まあ、原価計算基準ってね、お分かりの通り現代文というよりも古文なんだよね、古典なんだよね。だからちょっと読みづらい面もありますから、私意訳してきてます。でね、ちょっとね、まずそのテキスト2ページのね基準全文のところに、まあ、ブロック分けしてほしいんですよ。4段落に分けてほしいわけね。ちょっと今から言いますから丸番号をつけてほしい。で、冒頭の我が国における原価計算はの前に丸1番って書いてほしいのよね。で、次の2行下がってしかしながらの前に丸2って書いてほしいのよね。で、5行下がって従って原価計算制度はの前の従っての前に丸の3番って書いてほしいんですね。で、その後のまた次の段落のね、原価計算基準はかかる実践規範としてとかっていうところの前に丸の4番って書いてほしいんですよ。つまりこの基準全文を読むときにこの4つの段落からなってるんだっていう前提で読んでほしいわけで、それぞれの段落が何を書いてるのかっていうのをまとめてきましたんで、レジュメ見てもらえますか。このページの1個目の欲しいですけどね、基準の性質ってところですけど、これね、今後原価計算基準を、まあ、読むというか、まあ、問題解くときにもですけどね、昭和37年、1962年、だから62年前か、今から62年前に作られたものだっていうね、そういう頭で読まないとダメですよ。現代感覚で読んだらダメです。でね、今の丸1から丸4がね、実はこういうこと書いてるんですよ。まあ、従来は原価計算は財務諸表作成や、価格計算のために行われてきたよねと。つまりここでも大事なことは従来はって書いてるんですけど、これね、昭和37年の文章が従来はって言ってるわけよ。だからそこで、ね、従来って何やって言うと、昭和例えば20年とかね、昭和30年とかそういうことでしょ。つまり昭和20年というとね、例えば終戦ですよね、太平洋戦争が終わった年ですけどね、そういうことを指してるんですよね。太平洋戦争が終わった時ぐらいはねとか、あるいはもっと戦時中はねとか、そんな感じ。あるいは昭和30年とか35年というと、まあ、日本が高度経済成長というのに入り始めた時代ですよね。そういうのを指して従来と言ってるわけですよ。で、そういう時には原価計算というのは財務諸表作成とか価格計算のために行われてきたよねって言ってるわけですよ。まあ、いきなりね前置き
で次なんですけど、近年ねと、しかしながら近年ねと、近似って書いてますけど、近年、例えば昭和37年ぐらいになってくるとねと、原価計算は今の2つの目的に加えて他にもですよ、利益管理とか原価管理のためにも行われるようになってきたねって言ってるわけですよ。つまり利益管理っていうのはみんなご存知の通りね、あの CVP 分析みたいなやつや、つまりその来年ね営業利益を1億円出したい、我が社で1億円の営業利益を出したいってなった時に売上高がいくらぐらい必要かなとかっていう利益計画とか予算とかって立てるじゃないですか。でこういうことをまあ考える時にやっぱり原価計算っていうのは行われるようになってきたよねと、昭和37年ぐらいになってくると、とまあそういうことなんですよ。あと原価管理、まあご存知の通りですけど、あの標準原価計算みたいなやつですけどね、あれなんでやるんですかっていうとコスト削減ですよね。会社の中、工場の中に、まあ、どこに無駄な作業があるんやろうか、どこに、まあ材料とかね、無駄な残業が発生してるのかなっていうのがあるのかな、突き止めて、そしてそれをまあ減らしたいとかってことを工場やったら普通考えるじゃないですか。でそういうのをね、昭和37年ぐらいになってから活発になってきて、それで原価計算とか大いに活用され始めましたよねって言ってるわけなんですよ。で丸の3番ですけどね、そのため大蔵省としてこれらの目的を一斉に達成できる原価計算基準というものを設定する必要があると、まあ、そういうことが実は丸の3番のまあ段落に書いてるわけなんですよ。つまりね、ここが非常に読みづらいというか重要なところなんですけどね、これね、まあ、大蔵省っていうのはあの今でいうところの財務省です。でね、あの、まあ、財務省ってどういう省庁か、大蔵省ってどういう省庁かって考えた時にね、まあ、これはね、あの納税、まあ、法人税を徴収するところの統括省庁なんですね。わかります？でどういうことかと、つまり、まあ、昭和37年ぐらいになってくると全国つつ裏裏でもう原価計算っていうのが本当に多様な形で、もういろんな会社で100社100用みたいな形で行われ始めたと。昭和20年とか10何年代の時にはせいぜい財務諸表を作るとか、あるいは価格計算するとかっていうね、まあ、そのためだけに行われてたんですけど、昭和37年ぐらいになってくるとね、もう本当にいろんな目的でやられ始めたと。でね、もう100社100用の原価計算ですけど、でそれを好き勝手やってですよ、好き勝手やって、それをベースに、まあね、財務諸表を作って、最終的に財務諸表を作って、そして、まあ、みんなご存知の通りそれをもとに課税所得っていうのを計算してね、そしてそれに税率をかけることによって法人税を計算するわけですよね。でその法人税計算した上で、まあ、納税してくるわけですよ各社は。でそうなった時に、まあね、納税の統括省庁としてはね、そんなん、ね、100社100用で好き勝手やられたらさ、まあ、なんていうか不公平感がたまるじゃないですか。例えば隣の会社見た時に、あいつらはなんかものすごく節税というか反脱税みたいなことやってるとかね、僕らはねものすごく真面目にこう利益計算して課税所得計算してるのに、あいつらはなんかちょっとね、だいぶ重箱の隅続いたような原価計算やってとかっていうね、こういう不平不満が出てくるじゃないですか。でそうなるとね、結局どうなるかっていうとね、もう俺らもそうするとかってね、結局ね、まあ、国として効果的な、まあ、あるいは効率的な徴税ができないわけなんですね。でそれはやっぱり大蔵省としては困ったなって話になるから、だからそこでね、もうね分かったと、もう全国つつ裏裏で最勝手なことやるのやめてくれと。だからそのもうね、我々大蔵省としてはもう守備一貫したね、これを原価計算基準として定めるから、とりあえずメーカーはこれに従ってくれと、まあ、そういうふうに作る必要が出てきたわけですよ。それがこの丸の3番に書いていることなんですね。でその丸の4番のところに書いているのはね、これはでもね、原価計算基準っていうのはあくまでも実践規範としての基本的な枠なんですよってこと書いてるわけで、これはねどういうことかっていうと、あの大蔵省として確一的な基準を作るんですけど、あのねこれね絶対守れよっていうものというよりもね、あのまあなんていうかガイドラインなんですね。だからまあ、 あの最低限のルール、つまりね、なんかこの守ってほしいって大蔵省が思ったものをね、ガチガチに厳しいものにした場合どうなるかっていうとね、そんなんやってられないわって話になるんですよ。その会社から見た時にね、そんなんもううちの会社じゃ無理とかってね、でサジ投げて、ね、万歳して、そして、もう元の方法に戻すとかありますから、それじゃあやっぱり定めた意味ないじゃないですか。だからあの大蔵省としてもね、分かりました、もう最低限これだけでいいですから守ってくださいと。だからそのこれだけ守ってくれたらもうね、あの会計基準違反とかあの脱税とかって言いませんから、そんな感じなんですよね。だからあの複数のね、その処理方法が考えられるときって、原価計算基準ってなんか
簡単な方を原則としているっていう局面多いでしょ。例えばそのみんなねよく知ってる総合原価計算の正常資損比の処理ですけどね、あれ度外視法と非度外視法って考えられますけど、あれは度外視法が原則になってますよね。あれあっちの方が製品原価の正確な計算もできないし、それから原価管理もできないし、ただあの度外視法の方が原則になってるんですよ。なんでですかって、簡単だからですよ。あとは何ありましたっけ、どんな似たような話って、あの個別原価計算の作業くずの会計処理ですよね。その作業くずっていうのは原価計算基準に言わせると原則的にはあれ発生部門の部門費から控除してくれって書いてるんですよ。でもねそれって結構雑な話ですよ。あれね、ちゃんと製品原価の正確な計算をやろうと思ったら各製造差収所から控除しようって話になりますね。ちょっと待ってくださいね。すいませんでした。あの各製造差収所から控除した方がやっぱりね各ジョブ各仕事の原価をね計算正確にできますから、やっぱり本当は製品原価を正確に計算しようっていうのを突き詰めようと思ったら、あのね、発生部門の部門費から評価額を控除っていうのはおかしな話なんです。でもあれ原則になってる、そっちの方が楽だから。あと何があるでしょうね。まあ、あのね工程別総合原価計算の類価法と非類価法ですけど、まあ、あの基準は類価法を前提とした書きっぷりになってますけど、あれ非類価法の方がやっぱりね原価管理に役立つとかいろいろあるじゃないですか。だからあのやっぱり簡単な方が原則になってるっていうか規定されてるっていうのはそういうところから読み取れるわけなんですね。つまり、まあ、あの今までなんでこっちが原則になってるのかとあんまり考えてなかったかもしれませんけど、原価計算基準っていうのはねこういうね今レジュメに書いてるようなこういう基本的な枠っていう性質があるからそれが原則になってんだってことをね、やっぱりこの勉強のスタートで今一度強く認識してほしいんですよ。はい、わかりました。原価計算基準でそういう性質のものなので、あとまあいろいろねこの全文には論点がありましてね、それはテキストの2ページのところにありますけど、まああのね段落1番のところに真実の原価ってあるんですけど、まあこれはねあの真実の原価、まあ、あの在理でもやってると思うんですけど、まあ相対的真実ですよね。つまりまああの絶対的なものじゃなくて相対的、つまりまあその時代その場所で、まあ、あの最適なものが、最適な原価ということなんですけどね、まあ、あの財務諸表の作成に使用される原価ということでね、まああのまあ、この辺がまずは財務諸表作成目的というところの言葉につながるわけよ。で当然その実際原価と標準原価というのはあの使われますよと。で次なんですけどね、その先基準の1番で価格計算のために用いられてきたと、まあ、従来は昭和20年ぐらいにはねと財務諸表作成とか価格計算のために原価計算というのは行われてきたよって言ってるんですけど、そこの価格計算というのをね誤解なきようにお願いしたいんですけど、あれ業務的意思決定のところで言うところの最後のねあの価格決定っていうね、例えばマークアップって言ってさ、あの原価が100円だから20円の利益率を乗っけて120円で売るとかあれあったじゃないですか。あれがあの価格決定っていう論点でしたけどね、それじゃないんだと。ここでいう価格計算というのはあのまた全然違う話でね、まあ、そこに政府における農業価格決定って書いてますけど、まあ、具体的に言うと戦争中の話よ。だから軍需産業の話なんでね、その、まあ、すごく漠然としたイメージで言うとね、戦争中にね例えばその軍艦とかね戦車とか爆弾とか航空機とか、あそういう戦闘機ね、それを作ってる会社がありましたと。でそういう会社がやっぱりそのね日本国に、まあ、大本営に対して、まあ、そういうね、戦時品を納入するわけなんですけど、まあ、戦時品ってねご存知の通りマーケットがあるわけじゃないですから、だからねその正当な購入価格っていうかあの販売価格がわからんわけね。だからその大本営としてもさあのいくらで果たして買ってあげていいかわからないんですよ。だからそのもう結局ねそういう軍需メーカーのねまあ、そういうまあ軍需品を作った原価計算資料を出させてさ、そしてまあそれに一定の利益率を乗っけて買い上げると、まあそういうことをやってたわけなんですね。だからそのために原価計算って軍需メーカーではやってますよねって話なんですよ。これがその価格決定ってところなんで誤解なきようにお願いして、でねそのなんていうかこのね価格決定っていうのは今言ったような軍需品の話やから、だからねその今ですよこの令和の時代にね原価計算基準を読むときにこれってって言ってあんまり今日的にはないんだよね。だってあのまあそれはね今でも軍需メーカーってありますけど、まあ、それちょっと別な話で、あのなんていうかここのね価格決定価格計算っていうのはちょっと今のそのなんていうか今日的意味はないっていうふうに、まあ、受験上は理解してもらったらいいかなと思いますね。であとねその3行目にあの
前文の、ね、3行目の、まあ、2段落目のところに業務計画って言葉がありますけど、まあ、これはあのさっき言ったところの利益計画とかね、まあ、そういうことやと思っておいてください。まあ、利益管理のことかな、業務計画っていうのは。例えば CVP 分析とか予算編成のことを言ってるんだってことですね。はい。で、まあ、あとね、いずれの計算の目的にも共に役立つように形成っていう言葉が、まあ、あの3段落目にあるんですけど、まあ、これがね、ちょっとまたレジュメ見てもらえますかね、これで、そこの2つ目の二重丸なんですけどね、これね、あの実は結構大事な話でしてね、まあ、そこに、まあ、原価情報っていって何かしらあの工場の中でね、まあ、原価が発生しましたよと、まあ、原価っていうのは後で勉強しますけど経済価値の消費なんですよね。まあ、換金価値があるものを使ったっていうのが原価なんですけど、でそういうことがありましたと。その時に、まあ、最終的に今回は我々、まあ、メーカーの人は何をしたいのってことなんですよ。最終的に今回我々メーカーの人は何をしたいの。で例えば、いや今回は財務諸表を作りたいのよと、株主総会に提出するための財務諸表を作りたいのよと、いやそれならばですよ、それならば、ね、その原価を形態別に分類しましょうかと、つまり材料費、労務費、経費に分類しましょうかってね。そしてその後、まあ、品目別、部門別、製品別っていうあのね例の流れにかけて財務諸表を作りましょうかって話なんですよ。で一方で、いやいや今回は財務諸表を作りたいんじゃなくて、今回は原価管理、コスト削減したいのよってなった時には、それは管理可能性に基づく分類って、まあ、管理可能原価と管理不能原価に分けてね、そしてまあ最終的に標準原価計算に分けてかけてね、まあ、あの不能率を把握して、まあ、減らそうかと、まあ、そういうことやるわけね。で今回何したいのよ、それは業務計画、利益管理がしたいのよっていうんだったら、それやったら創業度との関連における分類というのにかけて、つまり変動費と固定費に分けですよ。変動費と固定費に分けて、まあ、ツールは直接原価計算を使って、まあ、利益管理をすると、まあ、そういうことなんだよね。でその時にこのね、最初の原価情報ってありますけど、これもう発生元は一緒なのよ。発生元はまず工場のこの場所でこういうことが起きたっていう原価情報があるよね。でそれをね、今回は何やりたいのかっていう目的に照らして、じゃあ分類はこれ使おうっていうね、そういうなんていうか組み立てになってるわけ、原価計算基準の考え方っていうのは。これね、例えば他のアプローチとして原価計算の、まあ、組み立て方法としてさ、もうそのね、なんていうか、財務諸表を作りたいんだったら、そもそもなんていうか、原価情報をね、この分類にかけるとかじゃなくて、もっともっと前のところから、あ、なんていうか別の把握方法をしろとかね。で原価管理したいんだったら、この分類云々じゃなくて、もっともっと別の把握方法をしろとかね、いちいち記録作り直せとかね、そういうアプローチも考えられるんですけど、それやってるとさ、ものすごく手間でしょ。だからもう原価情報があって、そして分類方法を分けることによってですよ、形態別分類をするのか、管理可能性に基づく分類をするのか、あるいは、創業との関連における分類をするのか、その、ね、分類方法を分けることによって最終目的につなげるっていう、こういう、ね、そのアプローチを取ってるわけ。それがこのいずれの計算目的にも共に役立つように形成と、まあ、それが原価計算基準の、まあ、考え方なんだっていうふうに理解してもらえますか。であとはテキストの3ページの5番の基本的な枠っていうのはさっき説明したところなんで、またね、理解しておいてください。で次の3番の原価計算基準における原価計算の目的なんですけど、これがね、さっきガイダンスでもかなり強調しましたけど、めっちゃ大事なことっていうか、もう原価計算管理会計論の勉強で一番大事なところなんですけど、これ基準の1番、今日原文を読みに行く時間はないんですけど、必ず各自必ず基準の1番読んでください。そしてね、1から5までね、そこに、まあ、単語で書いてるわけよ、まあ、結局ね、原価計算やるのは何が目的ですかと、逆に言うと原価計算やると何ができるんですかっていうのがこの1から5なんですよ。つまり原価計算やるとね、財務諸表が作れます。原価計算やると価格計算ができます。原価計算やると原価管理ができます。原価計算をやると利益管理ができます。原価計算をやると経営の基本計画が設定できますって、この5つなんですよ。でこの5つは必ず順番通りに覚えてください。順番が大事なんです。そして特にこのね、予算管理っていうのはね、これはご存知の通り、予算編成と予算統制を指してますよね。まあ、そこに書いておいてほしいんですね。予算管理っていうのは予算編成と予算統制を指している。でテキストで言うと、予算編成っていうのは281ページで、予算統制っていうのは282ページです。わかります？で、まず財務諸表作成目的ですけど、これはね、まあ、言い換えると製品原価を正確に計算する、つまり真実の原価を計算するってことですよ。つまり
製品原価を正確に計算するってことは、工場で起こった実態を反映した原価を計算して、そしてそれで製品原価を確定するって話ですけど、でそれはなんでそんなことやるんですかっていうと、最終的には財務諸表を作りたいみたいなことです。つまりメーカーっていうのはね、その商社とか商品売買業みたいに、まあ物をねこう転売してるだけじゃなくて、一旦材料を買ってきて加工作業をやって製品にした上で販売してるわけなんですよ。つまりその時に売上原価、 PL 作ろうと思った時に売上原価ですけど、そこの金額っていうのは当然材料費だけじゃなくて労務費、経費っていうのがかかった上で最終製品になってるわけでしょ。でそれを自分たちで計算しないと、PL、BS が作れないんですよ。そうでしょ。だそのために原価計算というのをやるんですよっていうのが、この1番目の目的ですよね。だからやっぱりね、メーカーである以上はこの1番目の財務諸表作成目的が一番大事なんですね。で次2番ですけど、価格計算目的、これはさっきちょっと言いましたけど軍需産業の話ね。だから今日的な意味合いはもうありませんから、だから受験上はもうね、ここはスルッと流してもらって結構です。スルで OK です。そして3番の原価管理目的ですけど、これはねさっきから言ってる通り、無駄を見つけて、まあ、原価を減らすって話ですよね。そう、つまり工場で原価計算やってないのに、なんで工場に無駄がどこにあるか分かるんですかって話ですよ。だから工場の無駄を突き止めるためにはやっぱり原価計算必要ですよねって話ね。じゃあ次、予算管理ですけど、まあ、予算編成っていうのはね、これはねまたその時になったら詳しく考えますけど、まあ、短期利益計画なんだよね。例えばうちの会社は3月決算で4月1日からもうじき新年度が始まりますよと。で、まあ、今は例えば3月上旬であと1ヶ月もしたら新年度が始まりますよ。じゃあそろそろ来年1年間の短期利益計画を立てようかって話になるわけね。その時にまずは、ね、荒々に立てるわけ、荒っぽく立てる、ざっくり立てるわけなんですよ。でそのざっくり立てる利益計画のことを対抗的利益計画というわけですよね。まあ後で勉強しますけど。でその後それで一回カチッと決まったら、もうちょっと細かく練り上げるんですけど、それが予算編成ですね。細かく編成するのが予算編成で、その時にやっぱり会社の中でメーカーやった時にね、いや原価計算やってないのにね、細かい予算なんか立てられるわけないじゃないですかって話なんですよ。じゃあ次、予算統制ですけどね、予算制統制っていうのはこれ事後の話でね、まあそうやって編成した予算ありますよね。さっき予算編成で編成した予算ありますけど、それをね、まあ12ヶ月分立てるわけで、例えば単純に例えば12で割ってみて、4月1ヶ月間の月次予算が出るよね。で4月1ヶ月間の月次予算があって、そして4月1ヶ月間実績終わりましたと。で、まあ、5月1日とか2日になってね、工場に会社にパーッと出てきて、さあ4月の振り返りをしましょうかと、4月の振り返りをしましょうかってなった時に、まあ、あの売上高は達成できたねとか、でも原価はちょっと超過してしまったねとか、なんでやとかっていうことを考えて、まあ、5月とか6月以降の改善につなげるわけですよね。でその時に工場の中に原価計算の仕組みがありませんってなったら、じゃあそんな予算統制とか振り返りとかできるわけないじゃないですかって話なんですよ。だからそこのところをね、予算管理っていう意味だと捉えてください。そして最後、基本計画設定目的ですけど、これはまああのね、設備投資意思決定のことでしたよね。つまり、まああのね、なんていうか、さっきも言いましたけど、まあ、経済的効果を出す、つまり、まあ、あの税金がある世界においてね、例えば原価償却費をまるっと使う方法と、それからタックスシールドを使う方法ってありましたけどね、まあ、それ以外にも、まあ、現金支出原価とかっていうものを工場の中でどういう、ね、キャッシュアウトがあるのかっていうのを捕まえるじゃないですか。でその時に、いやいや、そもそもうちの会社には原価計算という仕組みがないんです、原価計算の仕組みがないんですって言うんだったら、どうやってその設備投資の意思決定できるんですかって話になるじゃないですか。だからそういう観点から、ここのね、5つの目的、しっかりまずは頭のど真ん中です、受験勉強の時のど真ん中に入れるようにしてほしいんですよ。いいですか。であとまあね、もうちょっと強調しておくと、その下に基準の1の、まあ、一部として4番がありますね。これ有名な話なんで今ここで説明しておきますけど、予算の編成並びに予算統制のために必要な原価資料を提供すること、まあ、これがまあ4番目の目的ですね。まあ、原価計算っていうのは予算の編成並びに予算統制のために必要な原価資料を提供するんだと。で、まあ、中略ですけど、まあ、予算は、業務執行に関する総合的な期間計画であるが、次ですよね、ラインマーカー引っ張っておいて、予算編成の過程は例えば製品組み合わせの決定、まあ、最適セールスミックスですね、それから部品を自制するか外注するかの意思決定と、個々の選択的事項に関する意思決定を含むことは言うまでもないって書いてる。つまりこのね、最適セールスミックスとかね、あるいは
まあ、自成か購入かという話があったじゃないですか。まあ、あれらは業務的意思決定と言われますよね。で、他にもどうなりましたっけ、ね、受注可否の意思決定とか経済的発注量とか、まああとね、価格決定とかありますね。で、ああいうやつですよ。ああいう業務的意思決定の過程を、予算編成の過程は業務的意思決定を含むことは言うまでもないって書いてるんですよ。逆に言うと、ちょっとこれ古文やから読みづらいですけど、言い換えるとね、予算編成の中でこういう業務的意思決定のことを含むことは言うまでもない。予算編成の中で業務的意思決定のことを考えるなんて当たり前だと言ってるわけです。予算編成の中で業務的意思決定を考えるのは当たり前だと。だからここから何を認めるかっていうとね、予算編成、業務的意思決定ですけど、業務的意思決定っていうのは、まあ、その時来たら勉強しますけど、あれは予算編成の中でやるもんやと。受験上は一応予算編成の中でやるもんやっていう理解でいいんですよ。つまり予算編成っていうのはさっきも言いましたけど、短期利益計画の中の話ですからね。だから予算編成は来年1年間の利益計画の中でやる話や。だから結局あれは、まあ、せいぜい短期の話やから、まあ、なんていうかキャッシュフローで考える人ではなくて、発生主義の利益で考えたらいいとかって、そういう話になったわけですよね。まあ、そういう論点にもつながっていくわけね。はい。じゃあ次のページの4ページ目ですけど、まあ、このページも非常にね、特に担当という点では大事なんで勉強しておきましょう。あ、そうか。あと重要なこと今言い忘れましたね。もう一回3ページに関するところなんですけど、このレジュメ見てもらえますか。すいません、この3ページのところですけどね、まあ、今原価計算基準に書いてある原価計算の目的5個言ったんですけどね、まあ、これさ、テキストの章ちょっと目次見てほしいんですけど、このテキストの目次見てほしいんですけどね、この実はテキストの章立てというか構成がこの目的と密接に関係してるんだっていうことをね、しっかり理解してほしいんですよ。つまり、まあ、1個目の目的として財務諸表作成目的ってありましたけど、これ製品原価を正確に計算してよという話ですよね。で、その時にね、まあどういう手順でありますかっていう話なんですけど、これは実は品目別、部門別、製品別っていうね、お決まりの流れありますよね。あれですよ、あの流れで計算したら製品原価が正確に計算できますよっていうのが原価計算基準のスタンスなんですよ。形態別分類から始めてもらって、品目別、部門別、製品別に計算したら製品原価は正確に計算できますよと。で、そうなった時にテキストってそういう構成になってるんだってことをね、強く意識してほしいんですよね。まあ、第1章は原価計算総論ですから置いといて、第2章品目別計算、そして第3章が製造間接費の配布計算ですけど、まあ、実はね、これは第4章に部門別計算っていうね、のセカンドステップの話があって、部門別計算ってご存知の通り、これは製造間接費の話なんですよね。だから一旦製造間接費、部門別計算の前提となる製造間接費ってこういうもんですよねっていう勉強をそこでしとくと。で、いよいよ本丸で第4章の部門別計算があると。で、それが終わったら、まあ、製品別計算で、製品別計算にはね、どういう製品を、どういった性質の製品を作ってるんですかっていう観点から、ね、個別原価計算と総合原価計算があるわけですね。それが第5章と第6章にあると。で、これでね、1個目の目的がね、完結するわけなんですよ。で、2個目の目的、価格計算ですけど、これはね、政府の軍需品購入価格の計算の話ですから、まあ、これは今日的意味合いはないですから、テキストにも載ってないということだよね。じゃあ次、3番の原価管理目的ですけど、これコスト削減ですけど、これはね、これやるために原価計算基準は標準原価計算というツールを用意してるんですけど、それがテキストの第7章、次に出てくるわけなんですよ。きれいに流れてるでしょ。そして次、第8章ですけど、4つ目の目的のね、予算管理目的、まあ、利益管理ですけどね、まあ、これは予算編成と予算統制ですけど、みんなご存知の通り、予算編成とか予算統制ってさ、まあ、要は変動費とか固定費っていう概念を持ってきて、そして貢献利益っていう概念を、まあ、考えてやらないと、こういった話できなかったじゃないですか。だからそのために第8章で直接原価計算ですね、まあ、変動費と固定費に分けて、ではあれをここで持ち出してくるわけなんですよ。そしてそこで、まあ、原価計算編は終わって、次の管理会計編、まあ、第2部に入っていくわけね。で、第2部の、まあ、やっぱり第1章は管理会計総論なのよ。そして突然第2章で
財務情報分析というのが出てくるんですけど、ちょっとねこれは今説明している流れをぶった切るものなんですけど、これはなんでここにあるかっていうと、まあ、ちょっとその公認会計士監査審査会っていうね、そのこの会計士試験を司っているその、ね、組織が、まあ、受験範囲としてバーンとここに書いてるからテキストもここに書かざるを得ないだけであって、ちょっとまあこの流れとは関係ないわけ。まあ、あの昭和37年の時にはこんな論点なかったって感じですけどね。で次ですけど、第3章の CVP 分析ですけど、まあ、これはねさっきの出してきた直接原価計算の発展系という形ですけどね、まあ、あの利益管理のツールですよね。そして第4章のこれ予算管理ですけど、まあ、これはさっきも言いましたけど予算編成と予算統制ですけど、まあ、結局これを使って利益管理予算管理をしていくということや、そしてその後、まあ、第5章としてね資金管理、第6章として原価管理、第7章として ABC、ABM というのがあるんですけど、まあ、実はこの3つの章についても実はこのね今説明している流れをぶった切るものでして、まあ、これもさっきのね、公認会計士監査審査会と同じ話で、ちょっとまあ昭和37年にはなかった話なんですけど、まあ試験範囲にあるからここに載ってるって言って、ちょっとまあこの流れからは無視してほしいんですよ。で、まあ、気を取り直して第8章の業務的意思決定ですけど、これはさっきも確認しましたけどね、予算編成の中で業務的意思決定のことを考えるなんて当たり前じゃないですかと言いました。だからまあね予算編成の、まあ、予算管理の中に、まあ、ここ出てくるって感じ。そして、最後の、ね、目的である基本計画設定目的ですけど、これさっき設備投資意思決定って言いましたけど、それがまあ第9章っていうところですよね。はい。でまあ、第10章の、文献組織とグループ経営ですけど、まあ、これもねまたあの昭和37年になかった話なんですけど、試験範囲にあるからここにあるっていう感じなんですよ。どうでしょうね、この、原価計算基準が言っている原価計算の目的5個、まあ、これがテキストの章としっかり順番通りに対応してんだってことを今一度ここで確認しておいてほしいんですよね。はい。であと次のテキスト次のページに行くんですけど、まあ、4ページ、これも非常に重要なページなんで、ちょっとね、また説明しますけど、まあ、原価計算制度と特殊原価調査というページなんですね。で、原価計算基準の規定対象と書いていまして、まあ、これ冒頭から非常に重要なこと書いている。原価計算基準は原価計算の目的のうち1、財務諸表作成目的、3、原価管理目的および4、予算統制目的の原価計算に関する基本概念および手続きを規定しているって書いてるんですよ。でここで結構ねこれびっくりすること書いてるわけなんですけど、つまりね前のページで、まあ、原価計算基準はその1番で原価計算やるとこの5個のことができるって言ってたんですよ。5個のことができるって言ってたんだよね。言ってたんだけどいきなりですよ、その次のページで、ね、いや5個できるんだけど原価計算基準で規定するのはその5個のうち 2.5 個ですよって言ってるんですよね。だから残りの 2.5 個については原価計算基準に書かないっていうことなんですよ。結構驚きですよね、原価計算基準っていう名前してんのにね。でつまりまあね2番の、まあ、価格計算目的、それから4番の予算編成目的、まあ、予算統制については書くらしいから予算編成目的については書かない。で5番の経営の基本計画設定目的、それについては原価計算基準には書かないって言ってるんですね。これが結構衝撃的なことで、そこのところに、ね、なぜそうなのかってことをやっぱり受験生はしっかり確認しないとダメなんですよね。つまりまあ財務諸表作成目的は品目別部門別製品別ですから、これはしっかり基準に規定があります。じゃあ価格計算目的なぜ書かないんですかというと、これは何ですか。それはもうだって戦争中の話やから昭和37年なんかに規定する必要ないんですね。だから載ってない、それだけ。じゃあ次3番の原価管理目的ですけど、まあ、そのツールは標準原価計算ですけど、これはがっつりねあの原価計算基準に規定がありますよね。で次4番の予算編成と予算統制なんですけど、予算編成について書かない、予算統制は書きますって書いてるんですよ。ところがね予算編成書かないって言いながら、ちょっと次の右のね5ページ目見てほしいんですけど、これ基準の6番なんですけどね、基準の6番ね、まあずらーっと書いてますけど、こんなこと書いてるんですよ。1番財務諸表の作成に役立つためにまあこうこうこういうことをしてください。で真ん中あたりの括弧2番原価管理に役立つためにこうこうこういうことをしてくださいって書いてる。そして一番下の方の括弧3番予算特に費用予算の編成並びに予算統制に役立つために
12番に書いてることをしてくださいって書いてるんですよね。でここだけ読むとさ、基準の6番に予算の編成って書いてるじゃないですか。費用予算の編成並びに予算統制に役立つためにこういうことをやってくださいって書いてますから、原価計算基準に予算編成のことを書かれてるじゃないですかって思うかもしれませんけど、そう書かれてるんですよ。書かれてるので、書かれてんのになんでその左の4ページ目では、ね、予算編成のことは原価計算基準に規定されてないっていう、そういう書きっぷりになってるんですかってことなんですけど、それなんででしょうね。それはねちょっと非常に読みづらいんですけど、さっき言ったテキスト3ページの基準の1番のカッコ4の規定を思い出してほしいんですよ。何遍も言いますけど、予算編成の過程は業務的意思決定を含むことは言うまでもないって書いてるわけですよね。つまり予算編成の中で業務的意思決定をやるなんて当たり前だって書いてるわけなんですよ。だからちょっとまあね、意訳飛んだ訳になるかもしれませんけど、この4ページが言いたいことは、4ページで、まあ、予算編成結局基準に規定ないって言ってるわけなんですけど、ここで言う予算編成っていうのはね、この業務的意思決定だと、業務的意思決定だっていうふうに読み替えてほしいんだよね。つまり業務的意思決定は原価計算基準に規定しません。で引き続き5番のね、設備投資意思決定、経営の基本計画、設備投資意思決定も規定しませんってことなんですよ。でそれがなんでなんですかって話なんですけど、結局ね、業務的意思決定も設備投資意思決定もこれは意思決定っていう点で共通するわけなんですね。ただそれが短期ですか長期ですかと、つまり業務的意思決定は短期、設備投資意思決定は長期なんですけど、そういう違いはあるけどね、両方とも意思決定なんですよ。で意思決定の時にどういうことを会社は考えるべきですかっていうと、これはみんなご存知の通り未来原価のことを考えるわけなんですね。こっちの案取ったらどうなるやろうか、あっちの案取ったらああなるやろうかって考えるんですけど、その時に重視される原価概念って何でしたかっていうと、差額原価、機械原価、埋没原価っていうね、まあ、未来原価三兄弟ってやつですよ。でこれを考えるんですよ。でその時にそういう考えないとダメなんだけど、それは原価計算基準に書かないって言ってるんですよ。なんででしょうね。つまりね、この3つの未来原価を書いてしまうとね、結局もうね、曲解されるっていうか、もう読む人がわけわからなくなるからです、ね、つまりやっぱり一番大事なのは財務諸表作成目的で、これはね、今まで会社が株主から受託した金がどういうふうに運用されてますか、投資されて運用されてますかっていうのを報告するのが株主総会で、報告するのが財務諸表、まあ、決算書ですよね。つまり報告するってことはね、証拠があって報告できるんですよ。証拠があるってことは過去の話なんです。過去こういうことがあったから証拠、商標があってこういう原価計算結果になってます、こういう財務諸表になってます、こういう流れなんですよ。でも未来原価って、ね、差額原価、埋没原価、機械原価ですけど、こいつらは未来の原価やから過去のことじゃないから証拠もへったくれもないんですよね。だからそういうものまでさ、原価計算基準に入れてしまうと、なんかそれをねベースに原価計算、ね、間違った人がやってしまって、差額原価で、まね、原価計算しました、ね、埋没原価とか機械原価で原価計算しましたってさ、勝手に財務省を作られて、はい、それで、ね、財務省を作って納税しますって言われたら、大蔵省としてはそれはたまったもんじゃないですよね。だから結局ね、そういう誤解が起きないように過去原価だけにしたんですよ、原価計算基準の対象とするのは。だからこの設備投資意思決定とか業務的意思決定は基準に書かないって、こういう話分かります。でそういうね、原価計算基準の中で規定されている原価計算、つまりまあ端的に言うと品目別計算とか部門別計算とか製品別計算、まあ個別総合、それから標準原価計算、それから直接原価計算ですけど、あいつらは基本的に過去原価をベースとしてますよね。であいつらのことを何と言うんですかっていうと、原価計算制度とか制度としての原価計算って言うんですよ。つまり基準に規定がある原価計算のことを原価計算制度、制度としての原価計算と言います。まあ、原価会計と言ったりしますけどね。一方で基準に規定がないようなね、要は業務的意思決定とかね、設備投資意思決定のことをね、これを特殊原価調査って言うんですよ。特殊原価調査、特殊ってなかなかね、今日では、ね、使わない言葉ですけど、昭和37年の時はね、特殊とかっていうことは結構使われてたんですよね。でその、まあ、特殊原価の最たるものが未来原価であってね、しつこいけど埋没原価、差額原価、埋没原価、機械原価っていうのは未来原価のことですね。
でそこに表がドンとありますけどね、まあ、あの原価計算制度の方はね、財務会計機構と、まあ、有機的に結合させてくださいよと。つまり原価計算基準をベースに原価計算をして、そしてその数字で仕分け切ってくださいと。で仕分け切って、そしてその数字で決算書作って、まあ、株主総会に出してくださいよと。有機的に結合っていうのは連携させなさいということです。で次、特殊原価調査ですけど、これは財務会計機構の拉致外でやってくれと。拉致外っていうのは蚊帳の外でやってください、関係ないところでやってくださいと。つまりその未来原価を使って考えるようなことをね、それをもとに仕分け切るとかってことは絶対にしないでくださいってことなんですよね。これが特殊原価調査の、こと。じゃあ次、計算の頻度ですけど、まあこれは原価計算制度は常時継続的にやってくださいと。まあ毎月やってって感じです。月次決算やって、最終的には年度決算に、まあ、反映してくれと。で特殊原価調査の方は随時断片的にやってくださいと。つまり必要に応じてやればいいと。まあね、その最たるものが短期利益契約の中でやるって話ですけど、あとはその会計年度始まっていく中でもね、なんか検討しないといけないっていう案件が出てきた時に、まあ、パッとやってくださいって話ね。であと目的ですけど、まあ、原価計算制度はしつこいけど、財務省作成目的、原価管理目的、予算統制目的。一方で、特殊原価調査は、ね、まあ、予算編成の選択的事項を決定、まあ、これは業務的意思決定、それから、基本計画、これは設備投資意思決定ですよね。はい、で特徴ですけど、まあ、原価計算制度っていうのは、上記の目的が相ともに達成されるべき一定の計算秩序ですよねと。まあ、一定の計算秩序なんですよ。でいずれの計算目的にも共に役立つように形成されているということですね。で特殊原価調査の方は、これは原価の統計的技術的計算ないし調査ですから、まあね、その都度その都度やる、まあ、業務的意思決定みたいなものを考えてくれたらいい、まあ、A 案と B 案があった時に差額原価はいくらになる、埋没原価はいくらになるとかっていうようなことを考えるのが、この統計的技術的計算ないし調査ってことですね。で次、原価の性質なんですけど、まあ、これさっきも言いました、原価計算制度っていうのは最終的に株主総会に出すためのものですから、だから基本的に過去原価です。過去っていうのは支出している原価がベースになるんですけど、まあ、過去に起こったことが商標がありますから、それは過去原価がベースになりますね。一方で特殊原価調査っていうのはね、もうその名の通り特殊原価で、未来原価、未来のことを考えるわけです。で結局ね、この原価計算制度の方が受験における原価計算なんですよ。で特殊原価調査の方が受験における管理会計なんですよ。だから担当も論文も50点50点って感じ、ね、そういうイメージで捉えてもらったらいいかな。であと3番の原価計算制度の分類なんですけど、まあ、実際原価計算制度と標準原価計算制度があって、まあ、それはね、そこに書いてる通りですね。であとね、その1番の実際原価計算制度なんですけどね、まあ原価管理上必要ある場合、勘定外で、まあ、SC 標準原価と比較分析報告ができる任意って書いてますけど、これね担当向けにちょっと解説しておくとね、これどういうことかっていうかと、これはうちの会社はわざわざ標準原価計算制度なんか導入してませんと。つまり標準原価でね仕分け切るとかそんなことやってませんと。ただやっぱり原価管理はしたいから、コスト削減はしたいから、標準原価は計算してるんです。でも仕分けは実際原価で切ってますって、仕分けは実際原価で切ってますって、そういう会社あっていい、 あるでしょ普通は。せやねんけど、勘定の外側でもう全く帳簿と関係ないところで、この例えば、ね、価格差異とか数量差異とか陳列差異とか時間差異とか、そういうものは捕まえて、まあね、毎月毎月、ね、無駄の削減につなげてるんですわっていう会社はあってしかるべきですよねっていうのが、そこで書いてることです。であとね、テキスト5ページ目の基準の6番は各自読んどいてください。であと次6ページ目の、まあ、原価の要件と非原価項目ですけど、これはね担当でもね非常によく事例問題で問われるところですから、しっかり理解しておいて、まあ、今日はもういちいち説明しませんけどね、4つ経済価値の消費、給付との関連、経営目的の関連、正常性、これ必ず理解しておいてくださいね。この4つ全て満たして初めて原価と言える、まあ、原価っていうのは経済価値の消費ですからね、換金と価値のあるものを消費したと。で給付と関連してるっていうのは、まあ、アウトプット、まあ、会社が作り出すものと関連してるとで、その作り出すものには、ね、製品っていう最終給付だけじゃなくて、まあ、仕掛かり品とか反省品みたいに、まあ、中間給付も含むんだってことだったね。でそれから経営目的、つまり本業に関連したものですよと、原価は本業に関連したものですよってことね。であと原価は正常なものですよってなんですけど、まあ、ここで言うね正常っていうのを規定するのは難しいですから、ね、逆にまず異常を規定するんですよ。
異常じゃないものが正常っていう、こういうアプローチなんでね。じゃあ異常って何ですかっていうと、そこで言うところの質的異常と量的異常があって、まあこれね、質的異常っていうのはこんなんもともと想定してなかったわっていう、想定外やわってやつ、これが質的異常なんですよ。まあそこで言う天災とか火災とかってやつで、一方で量的異常っていうのはね、こんなん多すぎるわってやつですよ、ね、これが量的異常で、まあこの質的異常量的異常両方の観点から見てね、どちらでもないってなったら正常だってなります。まあ、そういう正常なものね、もまあこの4つの目的、4つの要件すべて満たして初めて原価になるんだっていうふうに理解しておいて、で、あと8ページ目の非原価項目ですけど、これもね、担当に非常によく出ます。つまりこういったものが、まあこういった4つのものは原価にならないということなんですけど、特に太線の1番の経営目的に関連しない価値の減少と異常な状態を原因とする価値の減少、こいつらは非原価なんだということをしっかり覚えておいて、でそこに具体例が基準の例として載ってるんですけど、これね、タイトル経営目的に関連しない価値の減少が具体例はこんなんや、異常な状態を原因とする価値の減少は具体例こんなんやというセットで覚えておかないと、そこねひっくり返って引っ掛けで出してきますから、セットで覚えるようにしておいてください。はい、じゃあちょっと序盤の授業はこれで終わって休憩します。